常広選手の指名権を獲得した時の新井監督のガッツポーズが懐かしいんだけど、常広選手の現状は分からず開幕を迎えそうだね。まあ当初から数年後の中心選手と新井監督は話しておったしの。そうなんだけど、ファンも開幕からローテを回ると期待していたのも事実。日南で150キロを投げ込んだ時は首脳陣もファンも期待が膨らんでいたよね。ただそこからブルペンに入ることなく、次第にメディアの前からも姿を消していった。学業の遅れで調整不足とされるも、今どこでどういった調整をしているのかは調べても全くわからなかったよ。青山学院大学の卒業式は先日行われたそうじゃな。そうだね。そこでもメディアの前に姿を現すことはなかったそう。学業は正直中退でも問題なくプロ野球選手になれるから心配していないんだけど、そこは本人が決めること。情報がないから憶測が広まっている状況なだけに、球団から何かしら現在の姿が公表されると嬉しいんだけどね。怪我で手術しましたというのは避けたいの。まあその可能性もなくはないけど、常広選手の情報が減り始めた頃は球団は体作りから始めると記事にもなっていたし、キャンプ終盤ではキャッチボールも再開していた。そう考えると大きな怪我とかではないと思うよ。まあ願望だけどね。そしてハンス選手の情報も全く出てこないのがすごく気になる。こちらも日南でブルペン入りしてから露出が減少し、今では話題すらない。カープ外国人スカウトのシュールストロムさんがインスタで手の怪我と言っていたけど、真実は謎のまま。ターリー選手が退団し、左の剛腕枠で入団しているだけに、今の状況はかなり痛手になってる。常広選手、ハーン選手は今シーズンの大きな戦力候補でもあったから、記者が質問していないのも話題にすらしないのも疑問が残るとファンの間でも言われてる。確かに故意に情報を遮断しているように感じ取れるよね。秋山選手の情報は主婦出しておったがな。そうだね。直近で言えば秋山選手の左足首の炎症や野間選手の体の張り、初期選手の体調不良などすぐに情報を出してくれてた。常広選手、ハーン選手の現状はわからないんだけど、あっさり復帰してくれると信じたいし、今季の戦力として待ちたいよね。良い方向に来てくれると嬉しいな。ということで、行方不明の2人のお話でした。情報をお持ちの方はコメントよろしくお願いします。